さあ世界分割と列強の対立第4回目です今回はイギリスフランス以外のヨーロッパ諸国がアフリカに進出してくる様子を見ていきましょう今回のポイント大きく2点ございますまずは2点の確認から参りましょう1点目がこちらドイツイタリアのアフリカ進出イギリスフランス以外にもドイツやイタリアが入ってきます イギリス・フランスに遅れを取って進出を始めるドイツ・イタリア一体どういう地域を植民地化していくのか見ていきたいと思いますそして二点目がこちら第一次世界大戦の開始まで独立を保持した二つの国ですちなみにアフリカ分割が進んでいく中植民地化が進んでいく中独立を守り抜いた国がありますさあ その要因は一体何だったんでしょうかそちらにも注目していきましょう今回はこちらの二点に沿ってイギリス・フランス以外のヨーロッパ諸国のアフリカ進出一緒に勉強していきましょうポイントの一点目ですドイツとイタリアがアフリカに進出してくる様子を見ていきましょうさあまずはドイツです ドイツのアフリカ進出はカメルーンそして東アフリカ植民地皆さんに覚えていただきたいのはこの2つですそしてこのカメルーンと東アフリカ植民地全く対照的な位置にありますそのため地図で確認していきましょうさあ地図をご覧くださいまずドイツが持っていた 東アフリカ植民地、まあ、東とついているのでアフリカの東なのはいいでしょう。これがドイツ領東アフリカ植民地になります。東と書いておきます。そして対照的なのはカメルーン。カメルーンは西側にあるんです。カメルーンは西側にあります。なのでカメルーンと書いておきます。どうですか 東と西にちょうど逆の位置にドイツは植民地を領有したということを地図と一緒に覚えておきましょうさあこれがドイツのアフリカ進出次はイタリアの進出を見ていきましょうイタリアがこちらですまずイタリアなんですけれどもエチオピアに侵入を開始しますイタリアはエチオピアという地域を狙ってきたんです そしてこのエチオピア侵入を企てたんですがびっくりなんとイタリアは敗れエチオピアが勝利を収めますしたがってエチオピアはイタリアの侵入を撃退に成功したことになるこのままだとアフリカに植民地を持てないイタリアは焦りましたそしてイタリアトルコ戦争といって 無理やりオスマン帝国がアフリカに持っていた領土を奪いに行きます場所は現在のリビアですそしてイタリアはこのリビアの獲得に成功さらにそれだけではありませんエチオピアのすぐ隣の地域にあったこちらですソマリランドを獲得ちなみにこのソマリランドはイタリア単独というよりは 北からイギリスフランスイタリア領で分けられた形となるソマリランドちなみにアフリカでとんがっている場所にあることから別名アフリカの角という言い方もしますではイタリアの植民地支配、はい、地図で確認しましょうさあ地図をご覧くださいまずイタリアが獲得した場所 ここですオスマントルコとの戦争で獲得した場所ここがリビアですので「リ」と書いておきますそして一回侵入を企てたんですが負けてししままいましたねここがエチオピアですエチオピアには敗れてしまいますそして最後イタリアが獲得した場所ここですほらアフリカでとんがってますよね とんがってますよねアフリカの角この海岸線一帯をソマリランドって言い方をしますなのでソと書いておきますイタリアはリビアそしてソマリランドを獲得したこれを覚えましょうさあこのようにイギリスフランスに遅れを取ってドイツイタリアもアフリカ進出を開始しますヨーロッパの国々がブワーッとアフリカに押し寄せる中それでも 独立を守り続けた国がポイントの2で紹介していきます。ポイントの2点目です。さあ、第一次世界大戦が始まるまで、アフリカで独立を守り抜いた国、紹介していきましょう。まず、皆さんに紹介する最初の国、一つ目です。それがこちらです。 エチオピア帝国と言いますこのエチオピア帝国はイタリア軍がエチオピアに入ってきましたしかしそれをアドワの戦いアドワの地でイタリア軍の撃退に成功実は当時エチオピアというのは優秀な君主に恵ままれてましたさらにイタリアの進出を阻みたいフランスの軍事支援もあったんです。 このようにしてエチオピアはイタリアの軍隊と戦うことに成功しますそして無事にこのイタリアを追い出すことができたんですエチオピアの地図はこの前のポイントで地図を書いてますので位置は大丈夫でしょうそして今回2つ目の独立を守り抜いた国それがこちらですリベリア共和国と言います ちなみにこのリベリア共和国なんですけれども実はアフリカ最初の共和国このリベリアという国は実はアメリカで解放された黒人たちがアフリカに帰ってきて作った国なんですそのためリベリアリベラルその解放を解き放つというのを文字って作られてます アフリカで最初の黒人共和国アメリカから解放された黒人が作った国つまり主権国家としててすすででに認められていたんですそのためヨーロッパはリベリアは触っちゃいかんだろうとちゃんとリベリアという国が存在している以上ここに手をつけるわけにはいかないと考えていたんですそのためリベリアも独立を維持できましたさあ最後リベリアの位置を確認しましょう地図をご覧ください。 さあ独立を勝ち取った国はエチオピアとあともう一個リベリアは西アフリカの海岸線にありますちょっと目立つようにこうやって書いておきますねこれがリベリアですリベあリこれがリベリアですなので第一次世界大戦が始,める始まるまでにエチオピアとリベリア この2つの国が独立を勝ち取ったことになりますこのようにヨーロッパ諸国のアフリカ分割が進む中でも独立を守り抜いた国エチオピアリベリアこの2つ地図と一緒に覚えておきましょう。それでは今日一緒に勉強した内容を今から確認していきましょう。今回は イギリスフランス以外のヨーロッパの国々がアフリカに進出ししてくるお話を見ました中でもまずドイツですがドイツは西アフリカのカメルーンさらには東アフリカ植民地を支配するなどちょうど東西対照的な位置に植民地を持ちました。 これに対しイタリアではまずオスマン帝国の混乱そちらに便乗してオスマン帝国に戦争を仕掛けトルコからリビアを獲得しましまたさらにそれだけではなくてアフリカの角と言われたソマリランドにも手を伸ばすこれがイタリアの進出ですイギリスフランスドイツイタリア。 ヨーロッパの国々がアフリカに手を伸ばしますそんな中独立を守り抜いた国がこちら2つ登場するんですまずはエチオピア帝国このエチオピア帝国はなんと侵入したイタリア軍の軍隊をアドアの地で撃退するなど 自らの国を守りり抜いた形となりますもちろんこのエチオピアはフランスからの軍事支援もあったんですけれどもイタリアを自力で追い出した形になるさらにはアフリカ最初の共和国リリベリア共和国アメリカで解放された黒人たちが作った国ヨーロッパでも主権国家として認められていたのでさすがにここに手を出すわけにはいかんだろう。 そのようにしてリベリアは独立を維持したんですヨーロッパの勢力がアフリカにガッと入ってくるその中でも独立を維持した国があったということをしっかりと覚えておきましょうさあ皆さんこの次の授業では舞台をアフリカから太平洋オセアニアに移しますこの太平洋諸地域にもヨーロッパやアメリカといった勢力の手が伸びてきます 同じように植民地化されていく太平洋地域一緒に勉強していきましょう。